Go ahead. です。今日はですね、今車に乗ってるんですけれども、これからカルガリーとバンフに旅行に行きたいと思います。はい、というわけでね、先週の動画を見てくれたら分かるように、この間はオタワとトロントに行ったんですけれども、なんか今年は旅行に行く星がついてるのか、今回もまた旅行に行くことになりました。マイケルと一緒に行きたいと思います。で、これから3時間かけて車で、カルガリーに行くんですけども、カルガリーで1泊してからバンフに行ってまた1泊して、そうですね、2泊3日の旅行となります。今日はマイケルがドライブをしております。はい、マイケルがレンタカー屋さんで予約しておいたんですけれども、まあ、マイケルが来た時にはもうマイケルが予約していた車と、あともう一つしか車がなかったみたいで、もう二つしかなかったのね。だけどなんかもう一人予約をしないで入ってきたお客さんがいて、そのお客さんがマイケルが予約してた一番安い車が欲しかったみたいで、マイケルが予約していたその一番安い車をその他の人にあげて、で、同じ値段でこのジープを借りることができました。なので今回はアップグレードでございます。こんな心地よい車にはあんまり乗ったことがないので、2人でドキドキしております。やっとカルガリーに今着きそうです。あと20分ぐらいかなしたらカルガリーに着くと思います。カルガリーに着いたらとりあえず今日はチャイナタウンに行ってチャイニーズを食べたいと思います。楽しみです。まあね、あと少しなので、ちょっとマイケルには頑張ってもらってはい、行きたいと思います。はい、今カルガリーに着きました。というわけでこれから、チャイナタウンに行くのかなと思います。今車から出てきました。もうね、ここはチャイナタウンみたいです。 So Michael? Yes. So we are going to eat tasty food. Yes, tasty food. I think we are going to have a dim sum or some kind of aNoodle, maybe? Yeah. シルバードラゴンレストランっていうところに来てます。今日はディムサムになったので、いろんな自分たちの欲しいものを注文して食べています。すっごい美味しい。 Google でここが有名だったのでここにしたんですけど、当たりでした。よかった。はい、すごい美味しい。How do you like my dim sum? It's really good. This is my first time. Have you done dim sum? Yeah, I've been dim sum. Well, I had it in pieces, but like at a full dim sum restaurant. This is my first time, so I like the experience a lot. And it's nice to be in Calgary in, you know, new city, so I'm excited. Perfect.チャイニーズレストランも出てきました。これから、ミュージアムに行こうと思います。今日行くミュージアムはエスカーミュージアムっていうところです。ここから少し離れてるので車で向かいたいと思います。Thank you.
すごい可愛い、可愛いっていうか、イタリアの専門店のお店を見つけたので今来てみました。なんかレストランとかカフェとかあとスーパーマーケットも全部一緒くたになってるところみたいで、イタリアのいろんなものが買えます。いろんな、イタリアのものがチーズもあってハムもあってで食べるところもあるからずっといても飽きなそう。How did you like the museum? I thought it was really nice. I've known the Esker for a very long time and I've never been before. And I just really think it's cool. It's nice to see some familiar artists that I'm aware of. And yeah, gorgeous space and very good curation. そうだね。そうそうそう。新しい街に来たら大体は美術館に行きます。はい。それがいつも私たちのすることかな。はい、というわけで今ね、ご飯も全部買ってで、美術館も見終わったので、まあ、これからね夜も行くところがあるので、はい、というわけでまずホテルに行ってからまた、出直したいと思います。はい、というわけで、まあまず入ってきたらトイレとあと普通にねシャワー室があります。シャワー室お風呂があります。鏡はすごいほらすごい大きくてね、2人で準備ができるぐらいの大きさのシンクがありますね。はい、でここがコートをかけるところでしょ。でここに入ってくるとテレビがあってほらこんなに広いベッドがあってでこんな感じですね。まあソファーがあってこっちには机があります。外はこんな感じ。本当にダウンタウンのど真ん中にこのホテルはあります。もうビールを飲み始めてます。でねこれなんだけどなんか日本にはないんだよね。まだあるのかな。もし日本にあったら教えてください。これあのロタスって言ってあの四角いクッキーわかるかな。それのなんかクリームが入ったバージョンがあって最近見つけたのでこれ買っちゃいました。すごい美味しい。もう多分これ1日ですぐなくなっちゃうやつだ。これからご飯を食べて今日は、このすぐ近くにあるゲイクラブに行きたいと思います。次の予定が待ってるからちょっとピザ食べきれなかった。これからゲイバーに行きたいと思います。はい、今急いで行きたいと思います。